ハシーム・サビートことハシム・サビットマンカワー、タンザニア・ダルエス・サラーム州ダルエス・サラーム出身のプロバスケットボール選手。ポジションはセンター。221センチメートル、121キログラム。ケニアでのトーナメントに出場した際、アフリカの高校生をスカウトしているビジネスマンからアメリカでプレーできる可能性があると言われた。すると、サビートは少ない所持金を使い、 接続環境がいいとは言えないインターネットでコーチの連絡先を探した。連絡が取れた中にテキサス州ヒューストンにあるサイプレスクリスチャンスクールのコーチがいた。2003年に渡米したサビートは2度の転校を経てサイプレスクリスチャンスクールに入学。平均16得点、10リバウンド、4ブロックの数字を残した。12年生の時、 コネチカット大学のアシスタントコーチが視察した試合で15ブロックを記録。これがきっかけで熱心な勧誘を受けたサビートはコネチカット大学への進学を決意した。1年時は平均6.2得点、3.8ブロックを上げた。2006年12月3日の試合では大学記録体となる10ブロックを上げた。この年、チームメートのジェロームダイソンと共に ビッグイーストカンファレンスのオールルーキーチームに選ばれた。2年時は10.5得点、7.9リバウンド、4.5ブロックを上げた。2008年1月5日のノートルダム大学戦で、再度10ブロックを上げた。この年カンファレンスの最優秀守備選手に選ばれると、ともにセカンドチームにも選ばれた。3年時は13.6得点、10.8リバウンドを上げた。 2009年1月31日のプロビデンス大学戦では15得点、11リバウンド、10ブロックを挙げてトリプルダブルを記録した。シーズンで152ブロックを挙げた。この年、カンファレンスの最優秀守備選手に選ばれるとともに、ピッツバーグ大学のデュアン・ブレアとともに、カンファレンス最優秀選手に選ばれた。また、全米のセカンドチームに選ばれるとともに、 全米の最優秀守備選手にも選ばれた。2009年3月26日のパデュー大学戦で、ジェローム・ダイソン、AJ プライスに続いて、シーズン先得点を達成。この年チームは、NCWA トーナメントでファイナル4に進出した。4月に、最終学年に進級せず、2009年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすることを、決断した。 2009年の NBA ドラフト一巡目2位で、メンフィスグリズリーズに指名されて入団した。タンザニア生まれの NBA 選手は、サビートが初めてであった。2009年12月13日の試合で、シーズン杯の5ブロックを挙げた。しかし NBA での戦いに対応することができず、2010年2月25日、NBA デベロップメントリーグのダコタウィザーズに送られた。 ドラフト全体2位に指名された選手が D リーグに送られるのは異例のことであり、これまで D リーグに送られた選手のうち、ドラフトで最も上位指名を受けたのは2005年の NBA ドラフト全体6位で指名されたマーテル・ウェブスターであった。3月8日にグリズリーズに呼び戻された。2011年2月24日、将来のドラフト一順指名権ともに、 シェーン・バティエ、イシュ・スミスとのトレードで、ヒューストン・ロケッツに放出され、3月21日に、リオグランデ・バレー・バイパーズに送られ、4月11日に、ロケッツに復帰した。2012年3月15日、ジョニー・フリン、将来のドラフトに順指名権と共に、マーカス・キャンビーとの引き換えで、ポートランド・トレイル・ブレイザーズに移籍した。 2012年7月11日、オクラホマシティサンダーと契約した。11月26日のシャーロット・ボブ・キャッツ戦で13得点、10リバウンドを上げて、NBA 入リアと初のダブルダブルを記録した。2014年8月26日、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズに放出された後、解雇。その後デトロイト・ピストンズとトレーニングキャンプ契約を、したが、 シーズン開幕前に解雇され、ピストンズ参加の NBA デベロップメントリーグチームのグランドラピッズドライブに送られ、1シーズンを過ごした。その後は、NBA 内外問わずどのリーグのチームとも契約に至らない状態が続いた。2017年9月27日、B リーグの横浜 B、コルセアーズとの契約が発表された。 2018年1月21日の千葉ジェッツ戦でディスクオリファイングファウルにより退場処分となり、1試合の出場停止処分を課された。59試合に出場し、平均13.0得点8.2リバウンド2.3ブロックなどを記録し、ブロック王を獲得した。ありがとうございます。